10周年おめでとう。10周年ありがとう。おはようございます。ジャンバリ編集部ジュジュです。おはようございます。 J ガールドラネコことドヨミでございます。はい、というわけで、はい、ついに始まりました JB 最強プレイヤーを決定する戦い、はい、ジャンバリ最強決定戦、はい、準決勝2回戦になるんですね、はい、長かったな、ここに来るまで。長かったですよね。長えよ。なくなるんじゃないかなと思うぐらい長かった。もうだいぶ忘れかけてたし。まあ、ざっくり説明しますと、はい、JB メンバー総勢29名の中から最強のプレイヤーを決定する戦い、このジャンバリ10周年を、はい、ジャンバリ .tv10 周年を、記念して始まった企画なんですが、はい、始まったのが3月ぐらい。そうですかね、結構前ですね、予選がね、はい、予選が3月ぐらいに始まって、はい、これ今収録が5月末、はい、もう放送されるのは、もう6月でしょ。そうですね、もう来です。2ヶ月半以上予選からね間が空いてるから、はい、もう熱冷めちゃって。いや、そんなこと言っちゃダメでしょ。私はずっと燃えてますよ。燃えてんの。もうネイルもレインボーネイルにしましたし。知らねえよ。見てました、前回激アツ柄ネイルで。、うん、もう意識高めてきましたから今日。すごいわ、はい、いやでもまだ言うても、はい、1回戦があって、はい、3月にね、はい、で2回戦が4月ぐらいに挟んだわけやん、はい、黒バラ2人ぐらい倒してきてたの。私もやりましたよ、やっちゃった、倒してやってやりましたよ。俺3月中頃よやったの、はい、そっから今までなんもねえから。いいじゃないですか、上がってきたんだから。僕ばっかり。一応、予選があって、はい、で、まあ、普通の来店の中でそれが予選行われて、はい、そうですね、で2回やってきて、俺だけ第7ブロックでなんかようわかんないけど、VIP タイム、VIP タイムなんかな。シード枠っていうところになってて、はい、でも倒した人数は一緒なのよね、結局。そうですね、俺だけ第1回戦で5人の枠だったんで、4人倒して、はいはい、ダントツのダンぶっちぎりでしたね。ぶっちぎりの記録ですごかった。予選を突破していたんですよ。もう優勝でいいじゃんっていうで、まあ、とりあえず、まあ、簡単に実戦のルールを、はい、なんだっけ、まあ、パチンコパチンコ両方 OK、はい、で、実戦時間は6時間、はい、ただし、連チャン中に限り1時間の延長 OK の、3枚数、はい、定ま数で勝負を決めると、はい、でその戦いの舞台になるのがどこですか。パオ松坂店さんです。はい、準決勝第1回戦と同じ舞台ね、はい、そうですね、まあ、見事第1回戦ではパン君が圧倒的な勝利だったよね。そうですね、もうこれで黒バラ全員消えたっていう。そう、黒バラいなくなっちゃった。そうだ、決勝はパン君 VS どっちなんだろうっていう。変な名前ばっかり。あ、もう誰が興味あんだよ。変な名前ばっかり。誰が興味、この準決勝第2回戦自体も誰が興味あんだよ。確かにね。いや、そんなこと言ってちゃダメなんですよ。でも確かに黒バラいなくなっちゃったなって心の中で思いましたけど。あ、とりあえず何かけるか、この準決勝第1回戦のオープニング見て思ったことが、はい、長えなオープニングって思っちゃったから、はい、もうこれぐらいで締めとかねえと編集も大変になるから、とりあえず今から、はい、準決勝やるわけで、はい、意気込みの方をサクッといっちゃってください。でもたくさんね、投票していただいたみたいで、噂によると、皆さんのためにも絶対勝ちたいと思うので、得意なパチンコで見せてやりますよ。おいさんを倒しますから。俺を倒しますよ。おいさん、おいさんを倒します。あ、倒すのね。倒すの。まあ俺は何ですかね、すいません、俺に投票してくれた人多分3人ぐらいしかいないと思うんですけど、すいませんってだけ言っておきます。もう勝ちよりもまず優先するべきことができてしまったので。すいませんってだけ言っとくわ、はい、まあ負けると思う。いやいやいや、おめでとう。いや、そういうのじゃない、
なんかもっと来てほしい。あ、グイグイ、なんか倒したぞっていうのが欲しいです。あ、もうこんなテンションで来てほしくない、はい、ごめんね。朝からつまんないもん、なんかもっとこう行きたかったのにテンション低すぎますもん。いや、テンションは高いよ。ただもう久々の収録だから俺このオープニングも久々だから、はい、声張りすぎてもう枯れ気味早い早い今から大丈夫かなと思って。6時間、まあ、とりあえず2人で、はい、どっちかが決勝行って、そうですよ、どっちかが最強プレイヤーになる可能性があるわけだから、そう、全力で頑張っていきましょう。はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さてと、あ、みんな絆行くんね。やっぱこっちの方も取れた取れた、よし、狙い通りじゃあやっていきますね。やっと番組でマジハロが打てるやっと。今日はフロストカスタムのローズ姉さんナビです。リセットはないかな、さすがにいきなりレアか。お、リセットだもうこの時点でリセット。あ、いや、嘘嘘嘘、スイカの可能性があったアホやな俺、普通にスイカだわいきなり大バカ発言しちゃったやん、もう嫌になるわもしこのスイカで当たってたらもうリセットかどうか分かんない。あれ、これ当たってんじゃね。あ、レギュラーは否定。これマジハロ5って逆ハサミでボーナス狙っていくと中段転廃した時点でもうそのボーナスが当たってるんですよね。もうだからレギュラーと異色ビッグは否定されたから、まあもう当たってねえな。で、あまりに急な展開すぎてリプレイ途中で揃っちゃったけど、そのリプレイが中段揃いなのかこの斜め揃いなのかこの変速をしてたか分かんないから、もはやリセットかどうか分かんなくなっちゃったっていうもうグダグダだよ、もういきなりグダグダだよ。こっちかな、パーン、これちょっと待って、もう一個の駅見ますね。うん、どうしよう、こっちにします。やっぱこっちにします。私この AKB 今更になってまた打ち出すようになって、今日は前半戦はライトで低投資で当てれたらなっていう作戦ですね。まずは結構マックスとか好きで打つんですけど、まずは出玉を作りたい AKB で。これいいところにはまると結構出たりもするんで、それも狙いながら頑張りたいですね。通常時広角とかと別にマジハロ2と同じでモードが ABC あって、この学園ステージと町ステージの滞在比率で、まあ、ABC 示唆してて、学園だとまあ AC の期待が高まるけど、まあ A だろうねきっと。で A だとしてリセットでも末でも、末だったとしても ART 終わりだから錬金ポイントっていうのがあるのね。内部貯めていく窓まぎのな汚れみたいなやつがまあゼロだからね、きっつい状態から始まってるな朝から。ただゼロだけど
基本レギュラーでしか錬金ポイント貯めないけど、ビッグで1ポイント、あと降格終了時にもポイント獲得するから、今降格これ2回目だ、この降格終わったらまあ 2ポイントは貯まってるかな。ボーナス終了時に40ポイント貯まってれば結界防衛ゾーンに行く。やばい、今んとこマジハロの魅力何にも出してない。まあしばらくね、ローズ姉さんの足組み替える瞬間にパンツ見えねえかなっていうのをお楽しみください。あ、強チェリー引いた、強発お、強チェリーで、レギュラーボーナス、これもテンパった時点でボーナスね、錬金ボーナスね。264ゲーム、投資11本。で錬金ボーナス中はこの錬金ポイントを毎ゲーム貯めていってて、毎ゲーム1ポイント以上だから、リプレイ引くと1ゲーム延長されるからお得。でチャンスリプレイ引くと一気に20ポイント強チェリー引くと一気に40ポイントで一撃で結界防衛が当たると。だから今降格3回、降格3回で3ポイント、錬金でリプレイ1回だからまあ10ポイントぐらいは最低でもあるかな。本日は空の儀式公園にご来場いただき誠にありがとうございます。開演に際しこんにちは。あ、当たる前にバラの儀式公園始まっちゃう。私このバラの儀式公園、当たってるミュージックラッシュ中にね、バラの儀式公園来るのが好きなんですよね。皆さん楽しんでますか？当てたかった時に。ジェミネプライズ大阪出身のエミンコサイトです。今日はちょっと日本人と出会って今いい質問、いい方々、7まで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 、7
飛んでたらもしかしたらあるかも。ちょっとちょっとこれ頼むよ。3回目行きましたから。あータイトルは白リーチはしますね。リーチのライン、おお、あーツーライン、わかんないよわかんないよ、ツーラインわかんない、お願いやりました。早い当たり来ましたね、よかった。しかも午前中までに当たりました。しかもバラの儀式の前に、おおおおおお、赤あるよ、赤あるよ、ここでも赤、赤あるよ。これはちょっと期待しちゃう。ミルキーは思わせぶりなことしないから。色変わって、色変わって、赤やったぞー、聞いたぞー、やりました。赤いってくれた、興奮したな。カモン、ウィーイイイイイイイ、やりました。48、あ、
ざっす。分かってるね、本当にみんな空気読んでる。あんまり調子に乗りすぎると終わっちゃうから、ここは謙虚にね。ありがとうございます。本当に流れを止めずに行きたいと思います。だからカモンはやめないから。今のカモンで多分キュインって言ったと思いますから。カモン、うぅぅぅ、来い来い来い、ほらほら、まだまだ油断できないのよ。そう、甘かないか人生。でもね、これ途中でね、昇格するときがあれが一番怖いんですよ。嬉しいけど、怖嬉しい。うわー、これ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 がびっくりするのよ。しじみ上がった。嬉しい、ありがとう。カモン、これが怖いの。ありがとうね、やったぜー。怖嬉しいのもらいました。カモン、おらーい、次こそ。あー、厳しい。いやでもね、分かんないですよ、これ色、結局のところ。ほら、こういうのもあるから分かんない。頼む、 AKB で演じ組みたい。仲間になれなかったですね。あー、もうちょい欲しかった。はい、5000発いかず4連ですね。まあ、せっかく出玉あるのでもうちょっとだけやってみたいと思います。あー、久々に引いた、今日チェリー。お、これ連続演出中にレア役成立時チャンスって言ってくれるんで、だからそれ言ってない時にボーナス普通に狙っていけるんだけど、これでチェリーね、チェリーなんだけど、普通チェリーの場合ここバーが止まんのよ。だからこの時点で青ならビッグ引いた、引いた、やっとビッグボーナス引いた。でビッグボーナス中はマイゲームマジカルチャンス、要は ART のストック抽選ね、マイゲームしてんだけど、今ね錬金ポイント、まあ大した量じゃないけどそこそこ貯めてるから、今マジカルチャンス当たって ART 当たってもどうせ一発とかだろうから当たらない方がいい。青7ビッグで200枚ね、投資が今18本。まあまあいったな。でこの今の告知になった時に、おお、ベル成立で、ベルってコイン成立で、コインこぼしからこのミッション振り分けが、10ゲームミッション、3ゲームミッション、1ゲームミッションで3ゲーム、まあまあまれ。こっからリプレイ引かずに3ゲーム耐えたら ART ストックなんだけど、これでもまだ分かんないから。おー、ほら外れ。あ、もうあかん、これでもリプレイ成立だけど、こっから入っちゃう時があんのよな。逆に良かった。ボナカ君もうすぐで400分の1。400分の1ってひどいな。
どっちやろうね、スイカなのかチャンスリプレイなのか。もしスイカで当たってたとしたらマジカルチャンスの発生率が上がってるから大ピンチ、ピンチです。 ART に当たっちゃいます。言うても鈍色のこの青7ビッグって1000分の1なんですけどね、2回引いてるけど。あー当たっちゃった、やっちゃったわ。これが、今までコツコツ貯めてきた錬金ポイントを全て無駄にする行為です。やっちゃったな。なんとなく中押ししようかな思った時に限ってだから普通なら今喜ぶところなんですよね。ただこれしちゃうと ART 単発の危険が出てきちゃうから、もうこうなったらもう逆にもうマジカルチャンス引かなきゃいけない。1個やろうな、まあまあ1個やろうな。でこれミッションが発動しなかったんで、10ゲームスは10ゲームミッションが内部的に起こってたと。で今光ったでしょ、この時に、ART 突入リップが成立して、その時の光る長さでこの ART 基本30ゲームは100ゲームなんですけど、100ゲームの期待度が高まる。ここ光るのが長かったら、お100ゲームじゃねっていうね。まあめったないけど、チャンスチャンス。ステージがアップするほど、まあ、2段階しかないけどもう1個は上があるけど、上がるほどボーナス期待度が高まる。これ乾燥型 ART なんですよ。だからボーナス ART 中に当たっててもこのゲーム数全部消化してからボーナス揃えるようになる。ただし青7の場合はもう即ボーナスってなるんですけどね。弱いなお、まあ一応チャンスアップが絡んではいるけどだよね。いやーきせいやーきせいどうおもろいおもろいおもろい、マジハロー、どうすか、まだ早い、終わりっす終わりっす。はい、激アツ2回外して出玉も結構持ってかれちゃったので大移動を考えたいと思います。はい、2代目大好きな、女だらけの丸ごと水着水泳大会打っていきたいと思います。これはね、おふざけじゃないよ、これ真剣に好きだからこそ勝てる。超高確率中はボーナス引くとART ストックが確定するからマジカルチャンスが発生しやすいんですよ。だそれは設定差のあるマジカルチャンスじゃないからそこだけ注意、これから打とうと思う人はね。超高確率中にマジカルチャンスが発生して、おお、これこう設定じゃねみたいな。標準引いた、標準引いたよ。ただ今言ったみたいに超高中当たったら確定だからマジカルチャンス発生しやすい、イコール強烈薬引いた時にマジカルチャンス発生してねえと当たってないこと多いんだよね。おお熱いもう一回やるでしょ、ほら来た来た来た、これはもろた、よし掴んだ掴んだよ。これでART2 個プラスアルファ、やりましたな、やりましたな、レギュラーして
お、初めての異色ビッグ。ここでボーナスを引けたのでカボチャンスです。やりました。マジカルチャンス発生しなかったなっていうボーナス後でもこの終了画面でパネル消えてる時あるんですよ。その時裏でしてるんで、おー消えた、いやしてたんだという時があります。よし行こう、2個以上。1セット目短かったな。まあでも油断できないよね。2セットは確定してるけど30、30、計60ゲームで駆け抜ける可能性もあるからね。俺の今日のボーナスの引きだと、おー、これは揃う、これは揃う。よし、で ART 中のかぼちゃ揃いは一部で金カボになるんですけど、まだまだとかなっちゃったらもうダメだ。お願い、よーし、多分まだストック1個ありましたねは調光中のループの分の1個やと思うんで、多分もうないね。やっちまったな。あら、終わりっす。まあ、可能性があるとしたら、可能性があるという方は、まあ、考え方の切り替え方としては、通常時は数カボのチャンスだと。あの魔界は通常時にしか行かないんで、だスイカの一部ね。でフリーズも通常時にしか起こんないんですよ。だから ART から、おお、 ART からぶち込むの無理なんで、まあまあ熱いんですけどね。ノーアルまで行ったら着地、逆にこの後は、お、着地レギュラー、おやおや、おやおや、まあ、6択なんか当たりません。おーし、超高額スタート。ここで当てたらうまいもんです。終わるか、おし、これね、ただ調光中のやつなんで、これは設定差があるマジカルチャンスじゃないです。ただもうこの時点でボーナスは確定。また着地や、着地で当てるのは嬉しいな。おお、しかも移植、移植じゃん、めっちゃ同色やん、もうどうかしてどこが移植なんこれちなみにさっきマジカルチャンス発生時に第3停止ねじったんですけど、第3停止押した瞬間に扉開いちゃうんですよ普通はね。あ、これで第3停止押した瞬間開いちゃうんですけど、開かずずっとこの状態が続いたら大チャンス、大量ストックのチャンス、まあ、開いちゃうんですけどね。で銅なら1個以上、銀なら3個以上、金なら5個以上。よし、ボーナスも引けるようになってきたし、もうそろそろ、一応対戦キャラはチャンスキャラではあるけど弱い。
まずいな、非常にまずいな、もう一個あってくれ、ない、押し順1個目正解。まあなんだかんだで500枚ぐらい、また頑張るわ。はい、当てるまで1回だけでも当てたかったんですけど、1回もいいリーチ来なかったので難易度をまた考えたいと思います。はい、じゃあ1回対戦相手のジュズさんのところを見に行ってきましょう。これで当たってたらどうしよう、すごいいっぱい、あれちょうどいないけど、やばい、当たってはいるし下皿いっぱい。さあさあ、パチンココーナー、あちょうど探してたんだ私のこと、やばい、お互いにやめるの早くない？いやちょっと激アツ2回外したし、出玉作るのが目的だったんでプロかよディノみたいなことしちゃった。ちょっとなんか出てた、え、出てないっす。いや見ました、もう、え、出てないっす、箱使ってないから。下皿投資今いくらですか？5万ぐらいかな。いや絶対嘘、私ももう3万使ってるんで、ま、いや俺5万や、やばい、もうどうしよう。ボーナス合算200分の1以下よ、もうずっとこれだから。いや分からない、これ心理戦ですからね。いやでももう出玉はなくなっちゃったんで、本当に持ちメダル、持ちメダルじゃない持ち玉パーソナルやろ、こう入れてみろよ。じゃあいや本当に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 ゼロになっちゃったの、ほら、あれ4000発ぐらい、もう1枚カード持ってるんじゃないの？ないですよね、もう本当に。いや今マジでやばい、やばいやばい、ムカつくムカつく、絶対負けたくない。私さっきからずっとこれが気になるんですよ、歌舞伎もの、どうしよう、お腹痛くなってきた。まあ直感で歌舞伎ものやってみたいと思います。花の刑事、はい、それでは3代目、午前中に3代目なんてすごいですけど、花の刑事、戦、悪魔の彼方に打ちたいと思います。おお、びっくりした、歌舞伎と、もう何でもびっくりしちゃうからすいませんね、本当に。ここで熱い演出がかれば、うーん、来い、おおおお、頼むよ、頼む、極め歌舞伎、後期、ここで、あれに行かないで、おおおおお、これは熱いよ、ケージが壊さなかったから、セルフラッシュ来るよ、はい、来ました来ました、レルフラッシュ来るよ、ダメでもちょっと怪しい、だってホゼロだもん、あ、ホゼロじゃないか、ふすましろ、このリーチでストーリー来ましたね、ストーリーの、はい、ああ退屈な戦よ、マジで、ああ、そうか、俺が投資1200枚の持ちメダル約500枚マイナス600枚向こうが450枚ワンビッグやん、ワンビッグ差か、ほうほう、
ほう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 、あ、そうそうなの、へえ、そうっすか。最悪向こうパチンコマンで行き続けるやろうから、まあ、一生当たんねえ可能性もあるやろうから、うん、てか実際もっと当たるからね本来ボーナス設定1だとしても。久々に引いた、多いよ。あ、これいいな。レギュラーはない。着地、あかん、当たってるかな。まさか、まさか、おお、よー、同色青低いわ。まあ青は同色しかないんですけどね。ピキーンってないねよしよし、297ゲーム、なしか。マジカルチャンスなしか。6択当てますか。あ、あった、ラッキー、ラッキー、あったあった。まああってもでもせいぜい1個、わかんないですけどね、1回のマジカルチャンスで複数の可能性もあるから。まあまあいいでしょう。お、また1、もうそろそろハサミでしょ、もうそろそろあかんなあ、下手くそやなこれは来たやろ。あれ？あれ？あ、これゲチェナじゃないんですよ。単純にあの、なんやろ、確定リープ。おやおや？おやおや？あれ違う。あれ？レギュラー蹴ったっけ？狙ってなかった？ああ、なんや、単純にできてなかった。何か青同色多いな今日。今もうめっちゃ忘れてたんですけど、今降格中にスイカでビッグ引いたんですよ。この降格中のスイカでのビッグ中のマジカルチャンスは結構レアな抽選してて、あのプレミア ART の抽選フラグがあるんですよ。だから、キングバルカボチャンスとか一番最強のやつが当たるときが薄い確率で存在する。まあ全てはマジカルチャンス引いてからの話なんですけどね。よしちょっと声大きかった、ごめんなさいね。頼む頼む、ほんま頼む。よし、長い長いよ。これで大量ストックか、強い役だから、マルキンカボとか出てくる可能性がある。人増えへんな。話しますよ、ほい、ほら来た宣言通りした、マルキングカボチャンスです
ありがとうございます。ありがとうございます。大変や、テンパるわ。ロスネさん、ありがとうございます。ただワルキンカボもボーナス引けなかったり上乗せできなかったらただの ART1 セットで終わってしまうものやから頑張らなあかん。うわー怖いよー、すげープレッシャー。お、下パネルフラッシュ。あ、もうこれ当たるな。当たるとしたら早いな。早いわー、早い早い。ここじゃない、合ってるの。またや、また青や。わー、これキングアルカボチボやったら最高やったのに。まあ何はともあれ400枚取れた。これ100ゲームだったら最高だったんだけどな。まあゲーム数的には普通のカボチャンスと一緒で30オア100ゲームなんですけど、ワルカボの性能持ってるんでこのストック自体に、ループ率があります。だからループ率ストックですね。で キングカボチャンスの性能を持ってるんで今この、ワルキンカボ中にボーナス引いてマジカルチャンス達成すると、金カボ、金箱になります。でかつ金カボの性能なんでベルでストックの抽選します。でストックした時は、ワループって言ってストックのループが発生する可能性があります。よしよし、これでボーナス当たってた最強。20ゲームなんもなかった。これやばいな、今日の俺はいけてない本当に。やっぱ残り4ゲームで継続バトル、ロゴがないからこれ継続しなさそう。やばいな。あ、でも赤、あ、まあまあ続くかな。おお、来た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 。どっちかな、こっちかな。ジャッカー、あ、やばいやばい。やらかしました、やらかしましたよ。さあここで選択迫られたのよ。あのカボチャンスのストックあるんでこの波通り入れたやったらカボチャンス入れれるんやけど、そうするとワルキンカボが消えちゃうんですよ。ただこの押し順を無視すると内部的にワルキンカボ残るんですよね。だから次ボーナス引いた時にマジカルチャンス発生すると金箱プラスループ発生したり、あとボーナス後の6択自力で正解するともっぱつワルキンカボ入れれたりするんですけど、それすると機械割り的には下がるんですよね。でかつひょっとしたらワルキンカボのストックがもう一個ある可能性も。普通に行きますか、普通に行きますか、行きましょう。まあないやろうけどね。まあそりゃそうだ、性能ゼロやったね。でもう多分ストックないしね、奇跡的にねえかな。まあないわね。もうハサミでいくよ。もうほらもう
考えられん。終わってるってこと？マジで？守った方がいいかも。え、どうしよう。ちょっと台見ましょうか。キュー、やれない男だね。やりたいやつが1個あるんです。空いてればの話だけど、空いてたわ。これ行きたいと思います。はい、風の噂で聞いたんですけれども、ジュジュさんと私今投資が大体同じぐらいで、ジュジュさんさっき ART 終わったみたいなので、攻めに走ろうかなと思ったんですけど、ちょっとここは珍しく守りに入って出玉も作りつつ頑張りたいと思います。おお、これ熱い、これ来たかも。通常時、確変中はそうでもないんですけど、通常時はこれ熱いよ。ただ5と書いてあります。諦めちゃダメよ。あ、キットグルボイス、気になれ。ギリギリ滑り込みセーフっていう感じの当たり方でしたね。いや、よしよし、 ST ゲットです。やっぱり暑いんだあれ。ギョロメちゃん、こっから増やすぞ。100% ST84 回っていうのも大きいので、それを生かさないと。お、リーチになる演出来ました。ひょいひょいひょいって、リーチは確定です。これ何、この文字、安心させてお願い。何、あと、あと金までいって、金までいって。あー、弱い。いくでした。いやー、あ、今白でした。待てよ。もう一回もう一回。お、いいね。いた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 。呪いの電波は、これはくるくる回りますから。赤怖いなこれ。おー、これ熱いも熱い。あー熱い。いやー、嘘、びっくりした。ちょっと、え、復活っしょ、復活っしょ。あ、復活っす、よかった。うぇー、分かってても怖い。よかった。復活って分かりづらい復活演出ですね。超当たり引いた。よかった、出玉作れた。流れ変わったんじゃないの。ここで落ちる可能性あるからね。そうなの、ボタン押す前に出る時があるからびっくりするんですけど、ありがとうございます。貞子接近中に見事、見事大当たりゲット。何も言ってないから、まあしょうがない。でも MC だから当たること大事。あー嬉しい。頑張ります。接近中でもサクサク当てたい。お、ハンドルがブルブルします。来ちゃいました。
ありがとうございます。プルプルしてた、プルプル、よかったよかった。はい、これは驚かない、分かってたから。ありがとうございます、よかった。続いてまだ、4ラウンドですね。ブルったから7が欲しかったな、欲を言えば。気を抜かずに頑張ろう。はい、終わってしまいました。2250玉、4連チャンですね。ちょっと足りない感じがしますね。ツツさんがどんな感じなのかわかんないですけど、まだちょっと時間あるのでこのまま2軸来てます。飲まれた。パチンコ行くか。ピカイチ行こうピカイチになろう。初回大当たりから電サポつくのが振り分けが 5% しかない。ただその 5% 引いたら、継続率が 78% のモードに入って、大当たりの 45% が16ラウンド2000発。なんか初当たりはほとんど当たってサポなしでピャンって終わる。代わりに16ラウンドも通常時からぴょぴょ当たる。まあ見せ場がわからんな。おおお、いきなり来た。もう今はもう完璧やろこんなん。何が完璧なのか分からへんけど、これ当たらんわ。嘘。え、ああそういうことね。はい、いたいたいた。はい、行きました。これレインボーじゃねえの、これ違うの。はい、当たりました。58回転、投資4本。11はどうなんかな。なんか4ラウンドくせえな。お、16や。そういう声じゃ絶対ないと思うけど、まあ、本来ここでメガボーナスに行くって。あれでもこれ16ラウンドランプ光ってるけど実はパカパカで。おお、来た来た。16ラウンド2000発よしよしよし。でどうやったら天国行くの。仕事にみたいな。あ、まあまあそうでしょうね。まあそりゃそうでしょう。ないのね。で2000発はあるけど。お疲れ様でした。おーおー、それがええ。左打ちに戻した。ドレミ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 。あれ順調。全然順調じゃない。盛り上がってる。え、もうパチンコ。え、パチンコ。もう私それ以上は聞かないで。悲しくなるから。悲しくなるから。悲しくなるから。しれっと勝つそうだもん。あと残り時間頑張りましょう。まだこれ投資なんぼな。3万1000。3万1000。あ、でも2000発持ってんの。あらあらら、あら、そう、頑張ります。すごいじゃん、2000発も出しちゃって。やらしい、なんか絶対隠してる。頑張れ頑張れ。おお、あ、熱くない。あ、危、ギリギリの戦いっていうか負けてるちょい負け。どうしようかな。もはやジャグラーの方がいいような気もしてきたけどね。
ジャグラーにするか。もう見せ場とかもう何も関係ねえ。もうパチンコだとまあ延長できる可能性あるけど、何が正解なのかね。ファンキーとかあれば助かるな。あ、ジャグラーこれが全てか。もういい、この角台で時間ないし。おお、いきなりデンジャー来た。マジで、え、ここ絶対当てたい。でもホゼロ、ホゼロだから怖いよ。手が落ちない。終焉、うーわ弱い。もう持って帰れ持って帰れ、猫ちゃん持って帰れ。おお、おい、これはいったね。あー、やったー。これはこれはだいぶでかいんじゃないですか。猫ちゃんありがとう。デンジャーデンジャー、4ラウンド各編いただけました。これでねゆっくり打てるもんね。もし長引いても、長引いてお願いだから。はい、駆け抜けてしまいましたね。おお、入ってるかも、もしかしたら。入ってる。はい、潜伏中だけどタイムアップということで1415玉持って終了したいと思います。お疲れ様でした。悔しい。おお、来たよ。おし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 、つながった。まだまだつながった。投資2本、トータル32本、あとワンビッグで逆転がある。うっすい綱渡りしてるな。終わりました。お疲れ様です。泥試合でしたね。まあまあのね、はい、だいぶ、まあまあ、とりあえずまあそのね、はい、成り行きは置いといて、はい、もう先に結果をお知らせしようじゃねえかと。俺からね、はい、俺がですね、はい、まず投資が1600枚、はい、ドレミより多いから。いやで獲得が769枚、サマイマイナス831枚です。はい、どうぞ。私が投資が1550枚、回収283枚のマイナス1267枚。勝ってる。勝ったの。嘘ですよ、絶対負けないと思ったのに。俺残り15分ぐらいまでゼロだったから持ち玉、はい、おーし、もう行くよ。よし、よしよしよし、まだ分からん、まだ分からん、ワンチャンある、ワンチャンある。諦めない、俺は諦めない。よしよしよし、もうこれはもう、よし、やった、俺やった、やれることは全てやった。というわけで、ウィナー俺ね、差が、それ2人の差が436枚差で、うん、俺の勝ちです。見てる人、みんなが言えって感じになってる。ドレミファンしかいねえから誰も拍手してくんねえの。いやでも
さすがですね。そこでジャグラーに行って弾けるところが、私にはそういう考えなかった。でも私潜伏中で終わったのがね、悔しかったですね。残念だったな。やっぱ弾きが弱かった。言うてもまあ2人の勝負では勝ったけど、俺個人トータルではマイナスで終わってるから、マイナスで決勝行くっていうこの気持ち、ちょっとダサいですね。いやちょっとだいぶダサいかなりダサい。マジハロ打つっつってマジハロ途中で放り出して、最強の ART 何もなく駆け抜け、だいぶダサい。あん時ダサいなと思いましたけど、やっぱダサいよ。もう何言われても仕方がないけど、勝ったのはジジュ様でございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさいね、ごめんなさいね。いやー悔しい、ごめんねごめんなさいね。まあ、つうわけで、決勝戦は、はい、ファン君、はい、VS 私ジジュとなりまして、はい、その決勝の様子が6月24日に配信されます、はい、でそこで優勝した人に、優勝すると予想していた人が、まあ、抽選でなんかもらえるんですよね。予想してる人いるんですかね。商品券いじるねまあその中予想、優勝者予想が当たった人の中から抽選で、はい、商品券が当たるらしいんで、はい、なるほどね。まあ俺に、応募してる人は片手で足りるぐらいだろうから。でも逆にジュウさん勝ったら当たりやすいこと、商品券がほぼ確実に当たると思いますみんなに届くかもしれない。いやでもどうかな、パン君が優勝するって予想した人も、あまあまあ少ないです、ね、少ないかもしれない。だってリノとパン君やで、ね、確かに。まさかやろ。まさかですね。まさかの対決なんです、だから決勝戦。そうですね、ごめんなさい、すいませんね、はいはい。でも俺とパン君に応募してくれた人は期待してくださいというわけで、はい、というわけで決勝戦6月24日の、配信もお楽しみに。お楽しみに。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。さよなら。時もあーデートの時も喧嘩の時もごめん仲直りした時もいつでもどこでもジャンバリ新着アプリ